えー、世の中の中当たり前ですね、うん、私は思うんですけども世の中の当たり前って別にこれが世の中の当たり前ですっていうふうにたった一つの当たり前ルールがどっかに明示されてるわけでも何でもなくって世の中の当たり前っていうふうな言葉を聞いた人が勝手にこれが世の中の当たり前だよねっていうふうに想像するんですよね。 でその当たり前の部分が多くの人はかぶってるんですよ例えば人のものを取っちゃいけないとか殴っちゃいけないとか,かそういうことですよね、まあ、それは当たり前として多くの方が共通認識するんですけどもでも実際に明文化された世の中の当たり前ってものはなくって仮にあるとしてもそれは時とともに流動的なわけですよね場所によっても当たり前が変わってくるんですよ、えー、東京の都心一等地で当たり前のことがじゃあ過疎の地でね もう人口がわずか5人とかのそんな廃村寸前の村で本当に通用するのかなっていうその当たり前はそれぞれ違うわけなんですよじゃあね世の中の当たり前は唯一一つではなくてたくさんあるっていう発想になるんですよねそのたくさんの常識や当たり前この無数にあるそれの自分はどこを見てるだろうかそ,れをその人はどこを見てるだろうかっていうことをすり合わせないといけないんですよねで常識を耳にした時それが誰視点の常識なのかとか問い返すことができるかなってことなんですよ 話し手に遠慮して、まあ、聞かないでもいいやって思っちゃうのか、それとも、話し手がね、世の中の常識はね、とかね、常識を疑うんだよって言った瞬間に、その常識という言葉にフリーズしてですね、もう考えることをやめてしまってるんじゃないかなと思うんですよ。常識っていうのは、A さん、B さん、C さん、D さん、いろんな方が常識というものを捉えてるわけなんですよね。人によって常識は違うし、その日の気分によっても常識が違うと思います。まあ、例えばね、40代になって、自分のお金ぐらい当たり前に稼げるのは常識だよ。 っていうふうに言われたらどうでですすかかとくるんじゃないですかねだって今のこの社会の常識では年収300万がやっとですからねそういう常識の中でいとも簡単にお金が稼げるみたいなね非常識なことを言う人って結構つまはじきになると思うんですよそしてですねお金のことではなくって他のこともそうなんですけども父親として当たり前だろう母親として当たり前だろうって言われたらもう言い返すことがないと思うんですけどもそもそもいつの時代の誰のモデルの父親なのか母親なのかってこともあります 父親として当たり前だって言うんだったらじゃあその当たり前をみんながこなしていれば世の中平和だよねってことなんですよで結局当たり前をできない人が多いからいろいろ乱れてるんではないかなと思いますしもう一つ言えばですねさまざまな当たり前がぶつかり合ってみんなが正しいことを言ってるんだけども正義の反対は別の正義っていうねこの形ができてしまってるんではないかなと思います、まあ、ですんでね世の中の当たり前って言葉本当に難しくって世の中の当たり前っていうのはすごく抽象的で分かりにくいってことなんですよねきっとね